どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。目ざとい目指した雨ざらしのアザラシを執筆中のさやです。聞き取れなかった。また早口言葉みたいになってんじゃん。略してメザアザ。なんか人気作品みたいな顔ぶらないでください。シーズン4。めっちゃ人気じゃん。そろそろファイナルシーズンじゃん。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの。弱き心。すげえ絶妙な顔してんなこのハムちゃん。ネズミちゃんか。いっぱいいる。弱いんだ。これあの夏目さんちの新キャラ弱き心。嘘。弱き心、これ新キャラに格上げされたんだ。夏目さんちはあのそうナピメさんとゲンザラシと、はい。新メンバー弱き心。そのラインに来んのこいつ。ということで今回タトゥー。あれ私たちが小学生ぐらいの時にロシアから。違う。エムステブッチした人たちじゃない。違うのよ。センシティブなのよ結構それ。また編成の話する。ありましたねそんなことも。そんなことありましたね、はい。ということで今回やっていく企画はこちら。プロ医師夫婦がお互いのイラストをお互いの腕にタトゥー入れてみた。スマイル一番。まあタトゥーっていうのは皆さんよく聞くとは思うんですけど、皮膚に色をつけて絵柄だったり文字だったり、うんうん、針で染料を入れていくと。それこだけ聞くとめっちゃ痛そうなんだよね。ちょっと怖いねイメージもあると、うん、まあ実際痛いらしいです。ドラマとかで見ますよね。結構ね痛そうな感じで入れたりしますよね、うん。でまあタトゥーっていうと洋風のもの、はい、で入れ墨っていうと和風のもの、うんうん、っていうイメージがあると思うんですけど、ある。まあどちらも針で染料をね皮膚に流し込んで定着させるみたいな方法は一緒らしいんですけど、うん、で洋風のものの方が浅いところに入れるんだよね。あ、そうなの。タトゥーの方が浅いとこに入れてて、うんうん、和彫りっていうその入れ墨は、うんうん、より深いとこに入れるから立体的な感じになるらしい。まあ、と言いつつタトゥーって、はい、うんうん、気軽にできるもんじゃないと思うんですよね。いやでもまあそうよね、うんうん、ちょっとアクセントで入ってたら可愛いなって思う方も結構いらっしゃるとは思うんだけど、最近はね、そう結構ファッションタトゥーとかね、うん、そういうのも話題になってますが、はい、それでもやっぱり文化的に日本ってタトゥー文化というか浸透してないんじゃないかなっていうのも思うし、うんうん、実際僕もそんなに入れたいなとは思わない、まあ、タトゥーを入れようという決断はしない気はするの、うん、だけど、うん、今回入れたいと思います。何を言っているのかわからないし、ごめん僕もちょっと確か今の言い方悪かったなと。もう弱き心でしかないタトゥーっていうものは実際入れるとなるといろんな覚悟がね必要だったりとか。そうね、やっぱ長い期間落ちないからね、うん、長い期間落ちない、うん、で落とすのも結構大変っていうかもうちゃんと手術とかね、はい、それ専用のがあったりするぐらい気軽にできるものではないもあるとは思うんだけど、そういうのを気軽に楽しんでいきたいと。こちらです。ドビャン、インクボックス、フリーハンドインクっていう、ね、フリーハンドインク、はい、こちらがなんとお風呂入って体洗ったりすると落ちるところにインクを軽く入れるだけのもの。じゃああれですね、こう簡単に。そうなんですよ、お手軽タトゥーができるやつってことだけどシールではないみたいな。あ、実際インクで書くけども、うんうん、1週間から長くて2週間消えちゃうと。ここに書いてあるね、8日から18日楽しめると、はい、そういうことです、はい、っていうねタトゥーがあるんです。こう自分で書いた後にそこから書いた後からだいたい24時間ぐらい経つと絵が浮かび上がってくるっていう不思議なインクなんですよこれ。え、すごいじゃん。でこれがあったらゴールデンカムイも背中皮剥がなくてもよかったってことじゃないですか、はい、インピの後ろにあるそういうことじゃないその後ろに黄金の地図があるとかそういうんじゃないんです。なので今回、はい、こちらやっていきたいと思います。まあでもねこちらちょっと早速開けますか。はい、はい、こちらねフリーハンドインクです。開けてみるとででんででん、これさなんかパンケーキアートなんか久しぶりに会ったねって感じ。なんか久しぶりだねって気持ちなんですけどあ、こういう感じね。はい、おー、はいはいはい、お、これはワシャワシャですね。手袋ですねすっげーなこれすごいなんかもうなんか乾燥わかめみたいになってるけどはいはいはい、これね、あ、2個入ってるんだ。おー、やったね。はい、このセットですね、ここに2個入ってるんで、とりあえずこれでくっつけてみますか。
これ皮膚についたらこぼした後についちゃうかもしれないけど、ね、怖い怖い。ちゃんとつけてね、キュッと。さあこちらで、はい、もうフリーハンドインクというものがねこちらにあるんですけども、ちゃんと皆さんこちらやる前に、うん、パッチテストというかアレルギーが出ないようなテストとかもやってからやってください、やる方はね、はい、ただこれ一個注意点なんですけど、うん、いくら落ちるものだからといってこちらですね、学生さんとか未成年の方はやらないでください。皆さんの今の環境がわからないので、はい、校則とかでおそらく禁止されてることも多いと思いますし、社会人の方でも会社によってかなりの確率でこういったものは禁止されてる可能性があるので、はい、やる方は本当に大人の方も自己責任、未成年の方は真似しないようにお願いいたします、はい、お願いします。危険なものではないんですよ、うん、危険なものではないんですけど、そう今回は、まあ、やっぱり我々夫婦なんでやっぱ相手の絵はさお互い好きなわけじゃない、うん、それは分かんないよ。どっから来てるんだよその自信は。ツンデレのやつじゃねえか古臭いツンデレじゃねえかだから相手の絵が自分の腕に入ってたら別に悪い気しないんじゃないかと。チョベリグってこと？なんでそんなさ最近古いのでその古く行きたがるの。確かにね、ここにじゃあさやさんのお腕にゲンさんの絵があって、ゲンさんのお腹にさやさんの絵がある。お腹なのゲンさんやっぱキャンパスは広い方がいいから。やだよ足りないよインクが絶対なので今から早速お互いの腕に描いていきたいと思います、はい。じゃあまずは、僕からいきましょう。さやさんの腕のどこに描けばいい？そんな動脈みたいな元気、そういうことじゃない脈測るの。じゃあここに描く？いいよ、見て、ほくろよ。ほくろか、見て、ほくろよ。見なくていいのよ、見て、ほくろ。何個あんだよ、いっぱいあるの。ここをつなげると夏の大三角形ピクピクすんな、お前。全然変な絵になっていいの？いいの？やだ、いいの？変な絵にしない。え、待って、本当に変な絵になるよ。だって元気なんだもん。元気出さなくていいんだよ。元気なんだもん、じゃあ、ビクビクすんな。で、どうすんの？知らんけど。知らんけど。冷た。あなたの腕ですけど。でも、1週間だってお付き合いするわけだから。まあ、そうね。言うても1週間は残るので。私の好きな絵入れてほしい。何がいいんですか？うさちゃん描いて。さよぴちゃん、うさちゃんが好き。いいのかお前、俺次だぜ、うん、最高の脅しだな。オッケー、ちょっと待って、出具合確認するわ。いいよ、見せて。わー、出た。パンケーキアートじゃん。パンケーキアートじゃん。なんでできるわ。じゃあお願いします、ここまでね。あ、オッケー、ここまでね。待って、難しくないこれ。失敗、やべ、怖いよ。寝ないでよ。こっちがいい、はい、こっちがいい。どっちが描きやすい？平らの方が良くない？内側に描こうよ。さあ、ということで、じゃあ描きますね。失敗したら、だって取り替えが効かないんだよ、この腕は。マジで、それはね、間違いない。やだー、怖ーい。冷たい。ちなみに、ウサギなんだっけ？うん、そこから、ふーんじゃないよ。ふーんじゃないよ。そんなことも言ってたな、みたいな流れやめろ。あ、お前呼吸すんなよ。あ、ごめん、それは嘘だった。聞いた今、呼吸すんなよ。ないえぐっとる。本当にタトゥー入っちゃうとこだった。いや、でもなんか自分の腕の上にアイシングクッキーされてるのかと思うと少しファンシーな気持ちでしょ。確かに、これでも自分の腕にアイシングクッキーしてもらってるのかと思うと、ゲンさんがシルバニアのウサギのお母さんに見えてくるな。ウサギのお母さんが黒い手袋をつけて他人にタトゥー入れてるのかと思うとじわじわくるな。シルバニアファミリータトゥーのお家。ウサギっていうよりカンガルーみたいな。カンガルーやないかい。かわいい。で、思ったんだけど、これさ、さやさんさ、僕に書くときさ、うん、左手どうすんのこれ。切って置いとくしかないんじゃない。ね、切って冷やしとかないとさ、これ。そうだよ、ダメになっちゃう。ダメになっちゃうよね。痛んじゃん、こういう。わかんない、これさ、どうやってさ、保存しておけばいいの？これなんかね、書いた後に1時間からぐらいは放置しないといけないんだよね。タトゥーって入れたいと思ったことあった？はい。早いね。あ、そう、私ね、基本的に臆病だからね、後戻りできないことしたくない人なんだよね。いや、そうなんだ、だから私ほぼ同じ理由で髪の毛も染めてない。でも髪の毛は戻れるじゃん、全然。で、戻るのに時間かかるじゃん。まあね。そう、もしさ、なんかさ、色入れてさ、似合わなかったらどうしようって思っちゃってさ。それ黒染めすればいいじゃん。でも全く同じ色じゃないしなって思うとね、ビビっちまうのよ、俺って。はい、完成。これまあどんな感じになるのか。あ、うん、これとりあえずウサギと女の子横顔。え、すごいね、妖怪だね。で、一応これを1時間後ぐらいに洗うんですよ。で、落として、その24時間後ぐらいに出てくるというわけで、うん、はい、ちょっと
乾かしてきたんですが、発表は僕のやつと同時にしてみたいと思います。思います。じゃあさやさんお願いします。さやじを、あ、どっちがいいんだろう。さやこっち側に書いた。あ、そう、私こっち側に書いた。じゃあ僕はこっちにしましょうか。じゃあそっちにする。はい、よし、いくよ。うん、怖い。あ、見て、一本一本書いたよ。一本一本で喜ばないで。ちなみにこれね、僕さっきさやに書いてみて思ったんだけど、うん、多分失敗した。あの、なぜかというと、多分ね、もうちょっと細いやつを使った方が良かったかもと思って。あー、そういう？いや、うん、でもあれはあれでいい感じでしたよ。そうですか？うん。ね、目ができたじゃん今。あじゃないんだよ。なんかこれだ、なんかプスッポッってインクが出てくる。うさぎ、あ、もう、あー、かわいい。30歳のおじさんの腕になんかかわいい。うさぎが入れ墨されちゃってて、取り返しついてない感がすごい。あ、うさぎとロボって同じテーマで書いてくれてるもしかして。そうそうそう。あ、なるほどね。だって同じタトゥーが入ってた方が仲良しに見えるでしょ。確かに。すごい、なんかあれだね。ニコホタテ。何それ、いい、ホタテは言うとるやろ。すみませんね。やっぱね、精密なね、作業が求められるんでね。精密な作業求められてる割には雑だな。なんかうさぎさん虚無だよ、その手上げさせられてない誰かに。そう、しかもこれさ、書く順番間違えるとさ、うん、そう、向こう側書けないから、ね、そう、向こう側書けなくなるんだよ、手つけなくなるから。そうそう、だからもう私向こう側書けないね。おい、計画性をもっと持てよ、人の手だぞ。なんかすごいさ、ピリピリするんだよね、書かれているところ。ちょっとピリピリするのよ。うん、多分私が結構ゲンさんの腕えぐってんだと思う。おい、やめる。痛い痛い。大丈夫だよ。大丈夫じゃないよ、再生するから。それはね、人間だもの。でもなるべく再生したくないじゃん。なんです。あ、再生力をそこに使いたくないってこと、うん、そう。嘘、グリードはそんなこと言ってなかったよ。グリードと一緒にすんな、あんな化け物。そっちの腕は戦いの最中折れたことにしていい。雑だね。よし、でかいし完成。めちゃめちゃ可愛い。どうなるのかがちょっとさっぱりも予想つかないんだけど、うん、とりあえず妻は共にあるということだけが確実だよ。やば。あー、楽しみだ。じゃあこれで、これで僕もあと1日待って、はい、2人のタトゥーがどんな感じになったのか見ていきたいと思います。甘いまーし。ということで、タトゥー入れて2日経ってるんですけど、まだ紋章の能力は消えていない。そういう中二病的な話じゃないんですよ。アラサーが考えた最強の呪文っていうことにしようよ。じゃあ、うさぎメカ女子のタトゥーの効力は、うん、その紋を入れた人間は、うん、うどんがうまく打てる。うさぎは。じゃあみんな見せていきますか。せーの、ペドン。うわー、入った。入ったんだけど、はい、難しい。え、でもなんかぽいよ。でもなんかね、透明で見ると結構ぽいのよ。やめてよ。やめてよ。先生ちょっと薄いんだわ。先生薄いんだわ。先生もう消えそうな。これ今回心残りなのが、はい、太いんだよね、ちょっとだけ先が。あ、そうね、ニードルがね、うん、すごくね、うん、いい感じにできたんだけど、まあ、ちょっとリベンジをね、いつかできたらと思います。はい。でもなんかさ、ゲンさんさ、はい、書いた時よりさ、うん、あの字が黒くなってません？それ聞いちゃう？すごいバカなことが起きて、うん、今僕たちが作業しているところが、うん、冬になったじゃない、最近。そうね。日の向きが変わったんだよ。うん、僕が朝作業してる間、僕結構腕まくってこうやって作業するの、こうやってパソコンこうやって。ギャーンってここに当たってることに最近気づいて、右の手焼けちゃった。ね、焼けてるよね。よかったね、さやさん。お日様いっぱい浴びれてよかったね。こんなに頑張ってタトゥー描いたのにさ、はい、オチがさ、ゲンさんの肌小麦色になっちゃった。ゲンさん右腕だけ焼けちゃったみたいな。よくわからん話ね。ええ、描けや。失礼いたしました。小麦色に焼けてしまった上に猫も通ってしまいました。